エジプトを出たモーセラは3ヶ月目、神の山シナイ山に向かって天幕を張った。主に導かれ、モーセは一人山を登ったのである。山全体が激しく震えた。主はモーセに語りかけたのである。私は主、あなたの神、エジプトから導き出した神である。あなたが教えてください。私たちはどこに向かってどう生きればいいんでしょうか。大使よく聞け、モーセ。貴様ら人間どもは皆憧れ欲するのだが、スプリングコートの時期はめちゃめちゃ短くてすぐにタンスにしまうことになる。そうです、確かにそう。重かったコートが軽くなるスプリングコートは人類の希望。でも4月にようやく寒がらずに切れたなと思っても、よく晴れたゴールデンウィーク前にはすでに暑いし、その後特に着ません。確かにそうです。でもだとしても、それが何だというのですか、主よ。ゴロゴロか。まだあるのですか。私たち旅に与えてくれる。トガラガシャーン。うわー、モーセ、その言葉を信じるならば、フジパンは本仕込み以外仕込みが適当だし、美味しい牛乳以外の牛乳は全て美味しくはない。確かにそうです。そう書いてありますし、そう受け取るのは自由ですが、でもそれはそれでいいじゃないですか。それよりも迷える民たちがどうにかできるような、なんかそういう知識とか。ゴロ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 。主よ、体のダメージがすごいです。体のダメージが雷で歌ってよかったなと思えるくらいの内容でした。ダメージャーン。モーセ、燃え袖ではめっちゃ汚れる。確かに長い袖は何かにつけて袖が揺れるからめちゃめちゃに汚れやすいのはわかります、主よ。しかしもっと雷で打たれるのですし、もっと私たちを救うような、そういうまだありますか、主よ。そろそろもう諦めておりました。ゴロ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 。モーセ、シン・エヴァンゲリオンに限らず大体の映画は盛大な知らんがなである。もう私あんまりついていけなくて、映画見てる時に私つい知らんがなってメモ取りましたけども、でもシンもその口でしょうけども、それはそれでいいじゃないですか。それともっとこれこっそり教えていただく方がよろしいんですけど。ゴロ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 。体がもうきついです。塩めちゃめちゃに痛いのです。ダメ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 。モーセ、ドラマで車がやってこないような広い道で2メートルくらい離れて、とかそういうの喋ってたりするのはままあるが、そもそもそんな道の真ん中で向かい合って語り合うような状況つるあんまりない。私もコントが始まる第1話で見ましたよ。向かい合って対面で、確かに人が向かい合って喋るってあんまりないですけども、それもシナイさんでする話じゃないと思うんですよ、主よ。もっと平地で、もっと平たいところでしてください。柔らかくしてください。そういう話は。ゴロ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 。主よ、もう結構でございます。私はもう諦めておりますので。どうしよう。うわモーセ、ヒヤシンスの花言葉はスポーツ。スポーツ？スポーツ！スポーツ！そんな花言葉たくさんあるんですから、スポーツくらいあってもいいじゃないですか。花渡されて、スポーツ、そういうことあってもいいじゃないですか。それでそうあっても、なんでこれ雷に打たれて知らないといけないんですか、石を。私涙が出てきました。石を、私ちょっともう、ちょっと泣いていいです。ゴロ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 。
もう結構でございます。もう私諦めておりますので結構でございますよ。ゴロ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 、もうしよう。こうしてモーセは十の戒律を知ることになるが、それはもう少し先の話である。